プレイするのは別に変わらないです。オーディエンスはやっぱドイツの方がエナジーがあってすごい応援してくれてる感じですごい最高です。で、バンドをしてた。で、ちゃんとやり始めたのは22歳。まあ、仕事にしていこうと思った。仕事に、ジョー。仕事に、だからその大学卒業の時に就職するか、バンドやっていくか。で、バンドを選んだ。本当はあの裏方、音楽の裏方をやりたかったんですけど、やっぱり自分がやった方が自分がステージに立ちたいなと思ってやり始めました。それ就職してって感じ。お母さんは専業主婦で、お父さんはその自分で買うなんていうの、土木ってなんていうの、全然ありますね。ちょっとクレイジーやなって言われちゃう。my grandmother にライブ来てもらった時に乗り移ってんのかって言われた。ギターやったからその時。ギターリスト。意義って何？意味？コミュニティに属せんのかも分からへんけど。って感じ。みんなとは友達だけど、その中に入れてるんかは分からへん。だから例えば、じゃあ次やるアーティストの曲を聴いたりして、なんか自分がそれを聴いてインスピレーションを受けたやつをやったり、なんつったらいいの、例えば次一緒にライブやるって言った人はどんな音楽か聞いて、でその人の音楽聞いて私もこういうのやったらどうなるんやろうなと思ってやったり、あとインスタグラムとか見たり DJ とか聞きに行ったりして、私だとこの曲いいなってなった時に私はこういう曲作んないとどういう感じになるんやろみたいな、マネじゃないけどマネから入ったりもするし、なんかその行ったところの風景のビデオを見たりして、なんていうの、いい風景のとこ見たりして、それをこう思い浮かべながら作ったりとか。ヒューさんとか、ロールモデルはそう。ヒューさんのライブとか見て、あ、こういうのやってるんやみたいなこととか見て、影響を受けてるかも。一応自分なりにアウトプットは多分全然違うけど。
しれへんけど意識的にはない。あの男の人に負けたくないというか一緒と思う。で女の人はあの、まあ、やってる人が少ないからねピックアップとかされがちやけど、まあでもその女やからとかじゃなくて負けたくないっていうか、その男女は関係ないと思ってやってます。いや私は逆に女性の方が女性やからって言ってちょっと甘くしてくれてるとこあるんちゃうかなって思う。なんか女の子やからなんていうの、その例えば音楽が、まあ、言い悪いは誰が決めるわけじゃないけど男の子はすごいいっぱいおるから上に行くのに大変かもしれんけど、女の子っていうだけで、だから DJ の人とかも女の子はピックアップされがちな気がする。東京でも通用するみたいな感じやけど、ちょっとルーツはだから実はこう心に持ってるんかもしれへんけど、なんて言ったんやろ、東京に来たらもうちょっとあのさらけ出しすぎてあかんなと思うなって言ったんやろ、あのもうちょっとあの言いたいことも我慢して抑えなあかんなって思う。みんなあんまり言いたいこと言えへんから東京の人は、大阪の人は言いたいこと言って傷つけたりとかもするから、こ うまくなんつって全部 言わんほう、まあ、性格もあるけど言い過ぎたらあかんなと思う。言い方とかなんつったらいいの。曲を提供したい。アイドル。いやいや、その人が好きやから、だからまあ最初は。中島健人。アルバムが出たんで、ぜひ皆さん聴いてください。買ってください。ありがとうございます。